はい、続きまして、えー、34年生ですね「冷たい麦茶は?」というこちらの文章ですえっ、ー、とまあ一番34年生慣れてきてまだマスもあってっていうところで書きやすい慣れてきたところでねい,いい感じだと思うんですよなのでここでちょっとポンポンと上がっていきたいとこなんですがそこ6年生になるとまたね違った意味で。 難しさが出てくるので慣れは慣れますけどそうなので今がチャンスと思ってくださいそれでこの冷たいという字ちょっと難しいですよねトーンってきてこちらちょっと出っ張るぐらいな感じでここにこう入れ込むようなイメージでいいですよ入れ込んでくださいでストーンって落ちてきますね でこう点を打つようにお尻ギュッとさせておいてここふわっと上がってキュッとでここに隙間を作るようなそんな感じですそしてこちらこういうね線の線がねただのまっすぐなピッっていうのにならないように何ていうかなどっちにこうこう反ってんのそれともこう膨らんでんのどっちなんだろうなっていうところを見てくださいこういうところとかもねそう,そうで タですね。タは中心線との関係を見て、ほら終わりが結構中心線に乗っかるぐらいぶつかってますよね。ここからこういうラインできます。ほらここほら見てくださいね。こういうところが大事なんですよ。そうでここからこういう風に来て強さ徐々に強くなってるっていうところと長さここはちょっと空いてる。ここにも隙間を作ろうとしている。 ほらここもそうですよっていうところを見るんですそう全体の形ばっかりにとらわれると線質まで見えなくなってしまうので大事なのはその全体を捉える力ですねそうで「い,い」ですよ「い,いわ」はんか寝てるような感じですよねでここ見てください少し内側に入らないといけないなっていうここ思いますよねそしたらこう 内向きから入るけどこう内側に入ってそこからジャンプするけどこちらに行くような感じですね、はい、で、ムーはこちらですね下から上がっといてこちら右寄りですよね右寄りにしといてちょっと左にここほらここに隙間ができるってことは左にちょっと傾いてるってことですからそこから1,2 ね、ここにも少し隙間が欲しいですよねその辺りを考えながらで下はすぐにですこうしておいて上に行きますそしたら外向き外向きに点を打つその点の傾きを見てくださいこの傾きになるようにねこうに傾いてるんですよ傾いて最後スッて抜いてるからなんかこっち向きになってるけどこれはこうに打ったわけではないですこちら遠くに行こうとしてスッと抜けてますね っていうところのあの見方も覚えていっていただけるといいかなと思いますで次です木ですね木は1,2ここにあの隙間結構広くしてくださいで真ん中を通るようにしてこういうふうに沿っていきますよね で次跳ねる方向っていうのがあまりこう下に行かないように下に行くと次の線この辺に来ちゃうんですけどこれおかしいですよね横に行くような感じのイメージにしてあげるとこちらこうね持っていきやすいので中心にずれませんよねっていう風にしますでこちらです次「茶」という字ですねえっとなかなか感じが出てこないのであの唯一、まあ、このあと出ますけどうん 年生少ないんですよ漢字がだからその感じを外さないようにしっかりと点数を稼ぐようなイメージこの草冠の書き方ドーンってやらないことこれドーンってやっちゃうとどうしても下にぶつかっちゃいますからねその辺を気を使ってあげるとこですでこういう風に開いていきますね上がって縦のラインちょっとだけ跳ねといて12これ左右左右あるもの のあのー、書き方、左よりもちょこっとだけ上から入るかな。で、左よりもちょこっとだけ。 下を飛び出して終わるかなっていうぐらいなところです。で角えあと下のラインっていうのはこの V 字になること左右のこの関係と全体の関係を崩さないようにどうしたらそれが保たれるかなっていうところをあの見ていくことです。なんか 一点集中じゃダメなんですよね。ここだけはできてるとかじゃなくて、ここもここも両方条件を満たしてるよねっていう状態に持っていくっていうのが一番理想ですね。そうするとおのずとなあの形が整うというかね、あのうんいいんじゃないかなと思います。でもう一つひらがながまあやっぱやはり多いんですが、ひらがなのちょっと頑張りすぎに注意しましょうね。 で、漢字あ、そそう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 今回はこの「カフェインゼロ」ってあのカタカナが入ってます。カタカナって結構大きめに書いていいのでこれはまああのちょっとね大きめでこんな感じで。そう、まあ大きく書かなくても大きく見え,見えちゃう字でもありますからうん普通に書いてくれればいいかな。カフェイン。 こんな感じですねこういうところもねよく見てくださいねこういうラインなんですよこうそっくり返らないようにあこれねほらこう入れたのにこうにやっちゃうとこれダメですよねこちらにこういう丸いラインです中を広くっていうところで最後の行ですねえー、っと0 あんまりほら、カタカナって書く機会ないからね、忘れちゃいそうですけど、ゼっていうのは、セってほら、こう内側に入るんですよね。うん。ここね、結構内側。で、こんな感じですね。で、ロは青。もうほとんど口と一緒です。こうして、こんな感じ。ゼロ。の。 えーと大きさを決めるのはここからここの長さです、ね、そしてこういうふうに回ってあげるうん少し細さにあの太さここが細くてこの辺太くてみたいなそういうのが出せるぐらいの鉛筆の丸さがいいですねはいようやくあのちゃんとした感じきますねこうしてドン短く。 点を打つこうこれもねちょっと膨らむぐらいなイメージの方がいいですよ。中を広くしたいから膨らむような感じにしておいてここはキュッ真下じゃないですよね。キュッと内側に入ってでこう上がるようにこうにしておいてちょっとねここね下に下がったなって思ったんですけどなるべく上がるような方がいいですね。こうしてておいて ここの角度大きいですよね大きくやりますで次は近いとこなんですこれが結構離れがちなので皆さん近くから縦ライン立ててますよへに折ってこう寝かせてないってことねでそこから次ふわっとさせてキュッキュッとしたら内側にこうですここに隙間 ね、いいろろんなととこに隙間を作ろうと思ってくださいそうすると綺麗にいきますし毛筆なんか特にねそれを気をつけないともうすぐぶつかっちゃいますからあのそういう点では硬質も毛質もねあの一緒ですやってることは一緒なのではい次こちらを縦ラインにいきます立てていかないとここに隙間がね作れませんそう今回多いですねそういうのがねでこちらからこういうライン こっちを広く開けてあげようとしてこちらは狭くていいですこちらはほらだってこっちこの作り部分にあの広さを上げたいのでなるべくねでここからこうしてこういきますよね、うん、これもこのラインを同じにならないほらこういうラインですね。 延長していいくとぶつかるぐらいな感じでこれは方向がなぜこちらなのかって言ったら次の角はここに行きたいからですこうつながりが見えますよねこうしておいてこうでそこからふわっとさせてもう一度こちらもふわっとさせてなぜふわふわってしてるのかって言ったらここを広くしたいこれメインはここの2本ですこれで次です えー、はいクイーンと上がってスーッと切ってギュッねこの感じ、えー、とこの辺りがちょっと薄くなってギュッて強いですよねそう太さももちろんですけど濃さでも表現ができますのでその辺りそう鉛筆もね選んでみてください自分が持ってるものの中で一番太いもの濃いものがいいかな その代わり絶対に消ししたりしないこと消すとやっぱりねもう汚れもそうですけどあのへこんだりもするじゃないですか書いてて筆圧で,、うん、でそこに消してもう一回書こうとしても結局はそこの溝みたいなところにはまっちゃいますから絶対にうまく書けません一発目が一番いいっていうのはやっぱそういうとこですよね小4 あ、これわざと今外して書いてますからねここの小3も書きます小3はいはいそれでは3,4年生まあ時間ありますからねのんびりとこれは締め切り長いですよはいでは失礼します